はい、どうも、タクタクです。磁石師やっていきましょう。さあ、一つ目の事件が終わって、じゃあまずちょっと島から、あ、先輩、お疲れ様です。おはよう。体調大丈夫ですか？あ、ここに移動してきて、いきなり有給休暇を使うはじ、羽目になるとは思わなかったが、もう大丈夫だ。例のことがあり。いやー、先日は驚きましたね。いきなり化け物と遭遇するとは思ってなかったっす。私もだ。いきなり愛ちゃんから、輪廻来た時は、輪廻LINE なんだろうね。リンでね。来た時は遊びの誘いかなと思っちゃったっす。そうなるよね。普通ね。ならないと思うか。島。冗談っす。未成年に声かけられても行かないの、行かない乗らない怒らないすぐかわす。知らんふりするが、心情なんで、イカのお寿司。あ、略して、イカのお寿司。気軽に相手に連絡が取れるリンでが、できてから、わずか数年の間に未成年犯罪も激増しているからな。巻き込まれないように気をつけてくれよ。だが正直、あの時は助かった。ありがとう。あやくんにもお礼をしないとな。あ、それならあやちゃん醤油ラーメンが好きみたいですよ。そうだな。今度3人でお昼にラーメンでも食べに行くか。やった。俺うまい中華料理屋見つけたんす。今度行きましょう。ところで先輩、先日の、2つのビルの怪事件、早速この間に、封鑑されたみたいっす。そうか。調査で分かったことを、磁石師が紙に書き起こして特事を、擬似的に封印するんですよね。あやくんからそう聞いているな。結局先輩はあの時どこに行ったんですか？いたんですか？俺先輩から水を、廃棄するように言われてひたすら社員さんに謝りながら水を強奪して捨ててたんですよ。ビール1回の水を捨て切ったと思ったら隣に先輩が いつの間にかいたんですよね。どこにいたか説明が難しいな。同じビル内にいたと言えばいたし、いなかったと言えばいなかった。哲学的っすね。いや、そういう意味じゃないんだけど、おそらく私は島のすぐそばにいたと思う。異空間なんだっけ、現実だっけ。で、が決して交わらない場所、あれが異界なのかもしれない。あやちゃん全然来ないな。ところで、あやくんはあの後ここに来たのか。あ、いえ、なんかあやちゃん忙しいみたいで、リンネで今どっかの学校に、学校に潜伏中みたいなことを書いてありました。そうか、彼女今高校2年生だったな。学校の神木に呼ばれたのか。神木？特殊な職業といえ、あちこち行かなきゃいけないとか大変ですね。俺あのくらいの年の頃めっちゃ遊んでたんすよ。こちらが呼ばれるような厄介な事案にならないといいが。俺らの仕事は基本ここの特事を管理することっすよ、先輩。あんな事件は滅多にないっす。って、そうだな、業務に専念することにしよう。うん。これは？引く。いわくありげな、あ、これね。隠された湧きたくない人の策か。なんだろう、もう調べる必要あるのかな。よく見ると私たちが来る前にも何か貼られていた形跡がある。傘下には前任者がいたのか。うん。熱くあった事案。ちゃんと読める。ここ札貼られてる。樹木でできた紙に事案を封じ込めるか。磁石師の他にもそういう能力を持つ一族がいても不思議ではないな。うん。ん？最後のこれ。あ、違うわ。駅構内にあられる、異形と自殺者多発事件。どうすりゃいいんだろう。こうかな。そういえばあやくんがこの前の質問に対する回答データを送ると言っていたな。改めて確認しておくか。この部署について。うん。これ読んだような気がするけど。うん。人事について。何すりゃいいんだろうね。次の話が始まらないね。よいしょ。こっち行けるとか。あ、先輩お昼休憩っすか？ああ、気分転換に新しい店を探そうかと。お供するっす。実は目星をつけてる店があるんす。あまり高級な店はやめてくれよ。進んだ。2号、願いが叶う気、死。始まりました。あやちゃんだ！さっちゃんここだよね。さっちゃん？あ、さっちゃんないです。
ないですよ、こし立ち絵がね。はい、この高校です。五田幸子。最近高校以来一帯の、木々の様子がおかしいと、文家から連絡がありました。何かざわついているようです。すね川県立倉木高校、詳細はわからないの。遡ると江戸時代頃に、磁石師の一族がこの地に神木を植えたまでは分かったのですが、ゆえんが残ってないのかな。うちが取り扱った事件はちゃんと書物として残っていることが多いのに珍しいね。当時はまだ、文家筋では口伝が主流だったので申し訳ありません。五田さんは文家なのかね。あは、別にさっちゃんのせいじゃないでしょ。とりあえず転校手続きは終わってるんだよね。はい、いつも通り、あや様は体が弱いため、いろいろと便乗を図ってほしい、旨伝え済みです。ありがとう。それじゃ、いつも通り保健室を拠点にして、調査するね。行ってきます。うん。ほんと、わけわかんない。なんで私があの子の世話役なんか。なんだっけ。鈴木石、ご当主の子供。だからって甘やかされて、私だって酒井様がお戻りになりさえすれば。なんだ ?1 日目。揉めてるぞ。はい、みんな静かに。今日は転校生を紹介するぞ。鈴木石彩です。みたいな感じかな。はじめまして、鈴木石彩って言います。よろしくね。普通の天候風景ってことにしておきましょう。さてと、それじゃあ学校の探索を始めましょうか。まずは、にこやかに情報収集。にこやかにね。お、同級生。生徒。鈴木石さんだっけ？体弱いって聞いたけど大丈夫？もう放課後だし帰ってもいいよ。うん、大丈夫。早く学校に慣れるためにちょっと散策してから帰ろうかなって。あ、そうだ、保健室ってどこかな。もしかしたら結構お世話になっちゃうかもしれないし、先に場所を、知っておきたいんだけど。オッケー、今メモ書いてあげる。わ、ありがとう。ん？ここが新館でこっちに、ん？こんな感じかな。はい、どうぞ。学校見取り図を手に入れた。うん。めっちゃ、そのすぐ書けたと思うぐらい。この学校今耐震工事してるから通れないところがあるんだよね。保健室へ、図書館がある渡り廊下から行った方がいいよ。こうやって図を立体的に描ける人まで尊敬するわ。すごい、ありがとう。どういたしまして、学校に慣れたら一緒に遊びに行こうね。うん、なるほど。見取り図。タクタクさんにはもうこういうセンス、多分、ま、上から見下ろす図を描きますね、俺なら。うん、うん、見やすくてよし。もうここから行くか。トイレは？男子トイレ。あ、男子トイレ誰かいるよ。大丈夫？いない。でもここ男子トイレ。女子トイレは？いない。あ、枝毛見つけちゃった。うん、今日もいい感じ。いい感じですね。何があって。あ、誰かいる。こんにちは。勉強集中しているようだ。うん。あ、誰かいる。この人いた？先生、ん？君は、あ、隣のクラスに転校してきた子か。どうした？何か悩みがあったら、担任に相談するんだぞ。そっか、こっちから出たからか。ここから入ったもんね。このままいいのかな。理科室とかあったけど。あ、いける。お、理科室の、え、先生。生徒だった。たかが3回授業出なかっただけでバスとして掃除させられるとか、マジかよ。この学校終わってんな。出ろよ。先生、おや、入部希望かね。科学部？科学部なん？科学部って、あんまな、き、なんか、よく、ね、なんか、聞くけど、実態はあるのかみたいな。本当にあんのかみたいな。科学部ってあります？科学部。科学部ってあんのかな。一回、一度に。この先生。あ、これ生徒。僕はこう見えて、数字占いに凝っててね。見える。見えるぞ、君の数字が。なんだ、ゼロ。ゼロが何の数字かって。それは、僕より君の方が詳しいんじゃないか。え？そうなの。
そういうもん。ここ特に異常ないみたい。女子トイレで、髪直そう。おいるよ女子。勉強勉強か。お化粧とかもうちょっと勉強しようかな。女の子。いやで入っちゃったけど。やだ、鍵かけるの忘れてんじゃん。てか、あんた何なの出てって。なるよね。なるよね。なんで入っちゃったんだよ。一度に。みんな物を置きっぱなしにしすぎでは。あ、なんだよ、お前は。お前変な服着てんな。転校生か？下級生にお前呼ばれされちゃった。あ、渡り廊下。わ、なんじゃここ。ここの、図書館古いだろう。ほら、図書室ってプレーターでもさ、とかもさ、昔ここ小学校でその建物使ってるんだってさ、だから、あれも当然あるよ。あれ？あれだよ。奥の職にさ、出るんだって、幽霊が。ふーん。なんだ、怖がらないの？どっちかっていうと興味あるかな。七不思議の話を聞いた。七不思議の話。七不思議ね。なんか探してるの？ここから古い、ここ古いから板とかで、何かないように気をつけて。つまずかないかな。板とか。出るんだって、ここに幽霊が。どれどれ？幽霊、あ、これか。え？四国かな？四国に、存在する民間信仰について。四国のとある地域では独自に発展した陰陽道の要素を含む民間信仰があるという。法具はなく、儀式の、都度それに応じた、定式の和紙の御幣を使い、即興で罹患を唱える。また、祖祖と呼ぶ、概念を持ち、祖祖の祭文を用いる。しかし、その目的は相手を呪うものでも、仕掛けられた呪いを相手に打ち返す呪い返しでもなく、神を呪祖神として祀り上げ、その本地を定めて送り返し、呪祖の災厄を鎮めることを目的としている。陰陽道のほか、中堅道、神道、などが混然一体となったもののようだが、儀式は非公開であり、宗教民間学者ならば死ぬまでに見てみたいと思う信仰の一つである。あ、そうなんですか？子供出なかったね、ここね。そんなこととか中学校、これ高校かな？ありますかね？あ、でも、わかんない。いつから。もう、リンネ既読つかないし、あいつ絶対約束忘れてるよ。リンネとは。うん。あ、書いてあってる。あ、そうだった。本館、保健室。とりあえず保健室行っちゃっていいのかな。ここだ。お、ここが保健室ね。ゾンビでも出そうな BGM。保健員はいないみたい。それに、この感じ。この部屋じゃない。窓の方ね。窓の方。ん？違う？こっち？出ればいいのかな？あ、ここか。ん？神木が近くにある。窓の向こう。校舎の裏から回ればいけるかな？それともこっそり窓を開けてここから。あ、誰か来た。七夕、違った、立花ね。立花美里。あなた何してるの？見かけない子ね。あ、の、私今日転校してきた。鈴木医者やって言います。そう、私はここの、養護教諭の、立花よ。勝手に入ってごめんなさい。私ちょっと体が弱いから、まずは保健室の場所を確認しておこうと思って。いいわよ。別に勝手に入っても。ここはあなたたち生徒のための場所だもの。体調が優れない時はいつでも来て。ありがとうございます。でも今日はもう帰りなさい。もうすぐ日も沈むわ。出ないと。出ないと？
学校の七不思議に捕まるわよ。先生が言う、そんなこと。あは、学校にはつきものですね、七不思議。さすがに高校生くらいの子になると、この脅しは効かないわね。私そういうの大好きなんです。そう、この学校の七不思議、分かったら教えて。私は、結構ここの七不思議に詳しいの。先生らしく答え合わせをしてあげるわ。ありがとうございます。今日は帰りますね。ええ、さようなら。今日は帰っていいのかな。七不思議のうちの一つ。なんかこのまま帰るのもあれだな。部活とかやってみたかったなと。そういえば、この前調査で転校した学校はすごくお嬢様学校だったな。家系の古さなら、うちも負けてないんだけど。お嬢様。お、誰かいる。男子一人だけど。え、女の子だ、ダメだよ、入ってきちゃ。俺が怒られるでしょ。あ、事務職員。トイレって階段話多いよね。なんでだろう。この学校古いけど、ちゃんと掃除されてる。まあ、そりゃそうでしょ。ここは校長室。校長は。お、いるじゃん、校長。こんにちは。イカド、リツ。転校生の鈴木石さんね。倉木高校にようこそ。私は校長のイカドよ。倉木高校。暗い高校だね。ここは事務室よ。職員室は2階。事務員がいるんだ。工事業者ね。すまない、あやちゃん。な、あやちゃん？今、耐震工事やってて、本館の出入り口は通れないんだ。教室がある新館の玄関から帰ってくれ。あやちゃん。あ、ジョーちゃんね。びっくりした。あやちゃんじゃなかったわ。読み間違いです。ひどすぎる。鈴木石さんの転校手続きは終わってますよ。他にも相談ですか？そんなことないけどさ。学校の先生たちって個性的よね。あえて個性を出してんのかね、先生って。どうなんだろう。癖が強いだけなのかな。授業終わったらね、先生たちは別のお仕事が始まるのよ。残業代なんてスズメの涙なのに。はぁ、絶対先生になりたいと思わなかった、俺。大変そうだから。本館から新館の間にある廊下。かすかにピアノの音は聞こえてない？実はそこ、開かずの扉なの。なんて、ただの倉庫よ。生徒が入ると危ないから施錠してあるの。まあ、どうしても、誰もいない部屋からのピアノの音は聞こえてくるのかわからないけど、七不思議ってそんなものでしょ？お、あと5つ。あと5つあるはず、七不思議。体育の先生かって、人を見かけで判断するのは良くないぞ。ま、体育教師だけどな。ガハハハ。体育教師じゃねえかよ。ここすごい。散らかってる。なんだかいい問題が作れる気がするぞ。この先生は？日本の教師、本来の仕事じゃない仕事が多すぎですね。あ、海外の人。もう、棚こぼしちゃった。よりによって白い服着てる時にも、本当だ。真っ黒になってる。こっちは？かよかってる。ああ、これ聞いたな。これ戻っちゃう。あれはこれ以上ない？あ、ないんだ。低いね。もうない、ね。低いね。七不思議の話聞けっかな。他にも他書きかかってる。あ、なるほど、ここか。こっちなんだっけ。こっちまでちゃんと行けてないと思う。3階とか行ってない気がする。こっちから行けんのか。うん、帰らない。3階とか行ってない。3階じゃ。鏡は全部見てるけど。つい笑顔の練習しちゃう。男子トイレだし、早く出よう。全部違うのがすごい。誰かいるよ。こうやって、放課後先生といるのが幸せ。あ、生徒と、ん？あ、先生というのが幸せ。あ、この人か。
先生ラブな人、ある見かけない子ね、転校生いるよね、先生ラブな子ってたまにね。音楽室、おいや、お前も一緒にメロディっちまおうぜあそこで意味不明なこと言ってる黒眼鏡がうちの顧問なんだよね。しかもさ、困ったことに才能はあるんだよ。やっぱ芸術分野の人間は変わってるわ。なるほど、メロディっちまうしかねえな、それは。メロディっちまうって何や。こっち側入ったっけ。誰も、あ、一人だけいる。何、びっくりしてる。本庁拓司、何、あ、ごめんなさい、何をしてるのかなって思っただけなの。あっち行けよ。本庁拓司、お前誰だよ。本庁拓司、よく主人公が座ってそうな窓際の一番後ろのとこに何をしてるんだ。本庄拓司、2階って見たんだっけ。ありがとね。いや帰る、じゃあ帰っていいんかな。一応セーブ分けとっか。もうここにしておいて帰る。帰っても困らないか。二日目、であるからして、この説、説盗語、説盗語でいい。説図。今日の授業、ちゃんと高校の授業受けてた。みんな復習しておけよ。覚えてないよね、大体ね。学校の勉強なんてね。さてと、ご飯も食べたし、お昼休みもちょっとだけ散策してみようかな。ちょっと時間制限あんの？はいはいはい。ちょっと。何何？ちょっと待ってね。絶対こう。ちょっとね、もう、読まんからね、もう。さすがに。よろしくね。うん、こちらこそよろしく。あ、そうだ、そうだ、ね。あ、黒いかい、トイレは。いや、こんな、ちょっとトイレなんか調べてる場合じゃない、絶対。でも一応人がいるかいないかだけ、ちょっと。おい、なんかいる。ダメ、いらない情報だった。これ、3分で回りきれると思う、うまさ、そもそも。おー、ちょっと、お、すごい、4つ目？あと3つ、あと3つ。あと3つ。全然何の話だったか入ってこない。でもさ、これさ、後から答え合わせするって言われてっからさ、もしさ、俺がこれも流しでこう、バンバンやっててさ、聞けてなかったらさ、終わらないこれ。終わるよね、これね。こう、なんだっけ。なんだっけ。さっきの、この人。あ、ミスバナオコ。どこ行ったんだろう。ここなんか怪しいことやったね、昨日。誰だ。キモオタがいるんだけど、そいつがクラスに残ってなんかしてるっぽいんだよね。うわぁ。本庄くん。ダメだよ、キモオタは。ダメだよ、キモオタは。おかしいでしょ。あなたもキモオタみたいな。いや、ちょっと。キモオタはダメやで。まあ、ダメだわけではないけど。何がダメかと言われても答えられないけど。どちらかというと、キモじゃないオタになりたいなっていう思いはありますね。中身が何もない。ちょっと、急いでんだ俺は。ちょっと待って。オタではあってもいいけど、キモではなりたく、いたくないというね。素直な感想ですね。いや、これどこ、保健室に行くべきか、これどうする？保健室に行くぐらいの余裕はまだある気がするけれども。いやー、これでも教室聞き込みした方が。でももう2個た、止めた、なんか集めたからね。なんだ不思議ね。2個。いや、30秒で回りきるか。ちょっと、やめて。お前だが。電子黒板。うん。これ話聞いてる間止まるってことはない。ないね。こちら。それに言いますと、あ、やばい、17秒した、やばい、全部聞けない。
いない。時間よ止まれ。あ、誰だお前。あ、違うよ。あ、やばい、8秒しか。やばい。じゃあ、お前さっき違うこと言ったそれ。最後に一人。あーん。あ、午後の授業始まっちゃう、戻らなきゃ。結構聞けた、でも。38ページを。放課後に、親睦を探さないと。ようやくフリータイムか。親睦探しますか、じゃあ。どこから探していこうかね。工事いつまで続くんだ。先生とか帰るときわざわざ新館の玄関まで回ってこなきゃいけないから、絶対めんどくさいよね。うん。なんか、保健室行ってみたいな、一回。ほんと気をつけて。何を？理科室。つまんね。今日は帰る。先生いないね。トイレは？トイレチェック。トイレチェック。いない。ここは？ 3 階のやっぱあれだよな。なんだっけ。ちょっとなんかやってた人ね。この学校古い本館よりこっちの新館の方が幽霊の噂多いんだぜ。変だよな。変それは。どう考えても変。キモオタのせいかこれは。キモオタは悪。決めつけんな。あ、今日いない。今日いないわ。あ、君2年生だよね。あのね、メガネかけてて前髪で右目を隠してる3年生の男の子見なかった？うん。わからない。てか俺さ、キャラ絵がさ、ないからさ、わかんないね。そんな男の子いるのかな。お、話してる。先生と生徒。あの、その、私、先生に。おう。3年生になると、大学受験でみんな不安になったり、悩んだりするの、少しも相談に乗ってあげたいわ。これちょっと、あれですね。年の差の、ゆり感ありますね。そこは戦慄と情熱的に。は、そんな超絶、こう、弾けるわけねえだろ。仲いいね、こっちも。とりあえず、下行って。保健室も行きたいけど、一旦一階を探索してみるか。1の2。お、誰だ。お前の制服変わってんな。まあでも似合ってるぜ。あ、こっち出ちゃう。出ちゃうとこ。なんか新館とかさ。あ、なんかあそこ開いてんだけど。開いてる！けどいいわ。いない。誰も？いない。僕はこう見えて数字占いに凝ってんだ。見える、見えると君の数字が7、4。4が何の数字かって、それは僕より君の方が詳しい。あ、七不思議のカウントをしてくれてんのか、この子は。なるほどね。あそこで絵を眺めてる彼女、最近ぼんやりしているけど大丈夫かな。七不思議かな。思うように描けない。10秒で輪郭描くとか無理。そもそも先生は魂込めるというけど、魂を絵に込めすぎて抜け殻になっちゃった子がいるんだって。そんなの聞くと集中できないよ。その子はどう、今どうしてるんだろう。衰弱して死んじゃったって。それが原因なのか、夜中になると幽霊が絵から抜け出して美術室を歩き回っているという噂が広まったんだよね。体は死んじゃって絵に命が移っちゃったって。七不思議だ、やっぱりこれは。大丈夫かな。あと2つ。美術室って何言ってなかったね、今までね。猫ひろし、はい。図書室も行ってみる。うん。図書室ってロマン あるはずなんだけどな。こう、メガネ、読書、美少女とかの出会いとか考えるだろう。あ、考えない？メガネ、読書、美少年との出会いとかは？なんかここにこんな中途半端なやつあったっけ？メガネ、読書、
美少女、うん、背の低い本棚混ざってるでしょ、効果できる前、ああそうなんだ、メガネ少女美少女いるかな、あメガネ少女読書美少女がいる、もう読み方あれ、あこの子、やだ怖い、何が怖いの、痛いよ、ここから出られないの、助けて先生、覚えちゃっててダメね、磁石で無理やり浄化することはできるけど、この子を納得させてから自然に帰る道を示してあげたい、なんだろう、これ近づかないと調べるアイコン出ないよね、先生助けてって言ってんの、てか親睦をあれだよ探しに行くんだって、そういえば親睦なんかあるか、まあ図書室じゃないよ、あ何、あたら来た、あ来た、もう遅い、今の人どっから来たの、あーリー俺がいないとってあいつらが言うからさ、デートかデートなのか、また男友達と遊びに行くっていうの、昨日もそれで既読無視したくせに、女の友達とあまり遊んでこなかったな、高校生の時女友達いたかな、一回だけ花火大会に行ったことあるな、あれは何だったんだろう、というそれっぽいエピソードをここに置いておく、何、え何、え止まったけど、あびっくりした、びっくりした、えさっき行った人ってさ、ここに関係ある人じゃないの、なんか誰か出てこっち方に向かってったよね、校舎の方にね、俺だからさっきのキモタくんだと思うんだよね、どうなんだろう、図書室とかに、まだ調べ帰らない、一回保健室行くか、でもこっち行ったんだよな、こっち方面どこに行ったかまでは分かんねえけど、分かんないよね、校舎のどっかにいんのかな、まあ、一回行くか、うん、お、子供の例とピアノ相変わらず開かず、保健室に行って体調はどう、今日の体調はいい感じです。そう、7種集まった。今のところ5つ集まりました。そう、まだまだね、6つまでは自力で集められると思うから頑張りなさい。先生、7種のヒントとかもらえると嬉しいんですけど、仕方ないわね。昔ここは小学校だったの。関東大震災で校舎が倒壊して復興するときに別の地域の小学校の、方に統合しな、になったの。へえ、その後、跡地に新しく県立高校を建ったのよ。だからこの学校の七不思議は少し変わっているの。まずは子供の幽霊の噂を集めてみなさい。詳しいですね。私もここの卒業生だから。え、そうなんですか？卒業した高校に先生として、赴任することもあるんですね。その時の養護教諭にとってもお世話になったの。この場所には思い出がたくさん詰まっているわ。それより、続き一段。学生の本文も忘れずにね。はい。勉強しましょう。人生勉強勉強ですから。少女のことについて調べると、お、清掃員。あらあら、あなたここは男子トイレよ。トイレの清掃のおばちゃん。校長室。校長なんか知ってるかな。少しは慣れたかしら。うん。昔は生徒に人気の先生だったのよ。ああ、イカドさん？そうなんだ。自分で言っちゃうんだ。どうおっちゃん？まだダメ。お、人が多い気がする。
うん、次現在ご親族宅から香港に帰っていらっしゃいますね。今車で送り迎えしていただいているようですが、公共機関を使う場合は申請が必要なので忘れないでください、ね、なるほど、そうなんだ。本館の正面玄関はご一緒に通れない。迂回しているんだけど、途中の廊下からたまにピアノ音がする気がするの。同僚は聞いたことないって言うんだけど、どうも昔から聞こえる人と聞こえない人がいるみたい。校長先生がおっしゃるには、あそこは倉庫で処分予定のピアノが置かれているんですって。ネズミか何かが鍵盤の上を走っているのかも。本庄くんもかわいそうに、兄は引きこもり、家庭は崩壊か。あ、就学支援金の申請だけじゃ辛そうだろ。びっくりした、いつの間に。いや、君今の話は聞かなかったと思いしてくれ。独り言がやべえ。公務員は人気だから合コンに先生たちを連れてきてって友達に言われたんだけど、絶対ダメでしょ。公務員で人気だって、そういう、でも言い間違えた。そういうもん。ちょ、公務員になろうかな。ってことにはならない。おかしいよね。どこに行ったのかしら。生徒から募集したのに紛失するなんて。なんか探してる。え、ピアノの音の他にも子供の声、そんな話聞いたことないわね。ここは先生のあれなんだね。エリアなんで、基本はね。こう入ったことある、早かって職員室ね。この年まで教師をやっているといろんな学校で教鞭を取る機会があってね、それこそ山のように学校の階段を聞いてきたよ。中でもこっくりさんはいろんな学校で聞くね、結構興味深いものだよ。学校によって少しずつしきたりが違ったり個性があるんだ。この学校ではこっくりさんの噂をとんとん聞かなかったが、確かについ最近、3年の生徒から似たような話を聞いたな。君は体弱そうだな。筋肉はいいぞ。筋肉は自分を裏切らない。生徒の、教室が近くにないって落ち着けていいわ。四六時中キャーキャー言われるとすぐたまるのよね。確かに離れてるからいいね。誰ですか、隣をこぼしたまま掃除もせず放置した人は。私の白い服が。このまま日にちを進めてしまってもいいものなのか。でもなんか調べるとこない気もすんだけどな。なんか校舎に戻ってったじゃん、なんか人影みたいなやつ。あれはちょっとねえ、追わなきゃいけない気がしてきたよ。あ、こいつじゃないよね。でも帰ったってことなんかな。そういうことなんかな。まあ、ここから行けるんだよっていうことを言いたいだけなのかな。あ、多分そういうことだよね。そういうことだな、きっと。あ、来た。これが神木ね。祠？随分古いし、全然手入れされていない。一体いつから放置されているのかな。祠の近くの土が荒れている。さっきの人が掘ったのかな。これ。コックリさんだ。すごく嫌な念がこもってる。何これ、コックリさん。それにしても何か謎の紙を手に入れた。見つけた。ひどい、汚れが浸食してる。どうしてこんなに弱ってるの。まずは場の浄化を。お、え、何今の。表面がかき消された。浄化できず、何かが邪魔してる。さっきの人に会って話を聞かなきゃ。あいつどこ行ったんだろうね。肝ダメ、許さぬぞ。肝ダメ、自分に言い聞かせてるみたいだ。辛い。こっち行こう。この教室に戻ってくる。いやー、いないか。私も探してるんだよ。でまたしらみつぶし？めんどくさいなー。こう、口か。いない。いや、いそうなところを当てよう。肝田がいそうな。肝田言うな。
タがいそうなとこどこだろう。2年生の教室にいるわけないでしょ、わざわざ。多分教室にはいない。なぜなら普通は教室には入らないから、普通の人は。であれば科学室の可能性あり。科学室、理科室かないか。どこだろうな。保健室ではないでしょ。帰るか。教室にはいないと思うんだけどな。いないよね。いないいない。いないんかな。こいつか。違う。いないわ。でも本当に2年生の教室入んないよね。でもね、いないよな。帰るか。セーブして帰ろう。いなかった。調べ足りないって言われてるな。じゃあどこにおんねん。図書室、体育館。体育館ってどうやって行くの。行けないよね。図書室に行ったのかな。いない。謎の紙。いや、これ行っちゃうか。でも行こう。だってないもん、調べてないとこ。あったんかな。3日目。うん、さて今日もご飯。うん、この曲何。ここの校舎こうか。何何何何何、どこにいる言うてるよ。雰囲気おかしく立ってる。川のそば。振ってやった。ライムだけでいいから俺と遊ぼうよ。さっき振られた子か。なんか雰囲気違うね。彼女元気になったみたいだ。どこに行けんだこりゃ。小学校って言った。地上、すいません。3階かな。そっか、この時に3階に行けばいいのかな。俺学校直しに行っていたいつの間にか階段が、あ、13階段。あ、違うのか。ここだ、ここだ。いるかな。あなた昨日何をしてたのみたいな。あの昨日のこと委員長が気にかけてるんだよね。なんでも幼馴染らしいぜ。委員長。
この子か。めっちゃ気にかけてる。いないな。いないね。本庄くんどこに行っちゃったマジで。え？効果は仕方なくお昼に流すんだけどさ、誰とかっつう話を。カセットテープ。カセットテープなんだ。カセットテープね。タクタクさんがすげえ子供の頃にあったやつですね。まあ、今もあるのか。フィアノ集中してる。クソ弾けるようになってやら。いやもうダメだ。なんも有益な情報が得られない気がする。もうこれ以上フラフラしてても。あと入ってないとこどこだ。一回って行った。うん、ないな。情報がない。小鳥たち。なになに。耐久工事。ダメだ。なんかいい情報を得られていない気がする。ダメかー。午後の授業始まった。うん、もっと体調悪いふりしよう。先生体調が悪いです。はい、眠いですね。これからさらに眠くなる古典を始めます。皆さん目をかっぴらいてください。先生から言うんだそんなこと。あ、先生すいません、体調が良くないみたいです。保健室に行ってもいいですか。親大丈夫ですか。誰か通勤士さん保健室に。いや一人で大丈夫です。随分元気そうですねつって。私はこれから用事があるんだけど一人で大丈夫かしら。ありがとうございます。少し横になれば体調戻ると思うので。そう、無理しないように。へへへへ。さてと、警部がバレないように新館に近づかれ、ないようにしないと。事務室や職員室はもっと危険ね。うん、どうすればいいんだろうね。ここ開いてる。開いてないか。こっち行けばいいってことかな。昼間来るの初めてだね、ここね。あ、いる！ない、ない、どこだ？まさか、誰かに。話を聞こうじゃない。話を聞こうじゃない、あなた！何をしてるの、こんなところで。誰だ？なんでここが？こっちに歩いていくのを見かけて。お前か、お前があれを暴いたのか。なんてことだ。なんてことをしてくれたんだ。せっかくあと少しだったのに。お前、ふざけんな。どうすれば誰にも見つかっちゃいけないのに。そう言われてたのに。だから人目がない時を見計らってたのに、なのに。あれってこれのこと？これ誰かに教えてもらったの？コックイさんじゃないよね。これ何？やっぱりお前が、お前のせいで俺の人生はめちゃくちゃだ。お前みたいな奴がいつも俺の邪魔をするんだ。ほっとけよ。なんで関わってこようとするんだよ。俺の苦しみなんかこれっぽっちもわからないくせに。お前が、ちくしょう！逃げてた。何なの？本当に何なの？言っちゃったけど。本庄くん。もうこれで、あれなのかな？一旦終わりなのかな？この件は。図書室。この時間図書室は、箱一つだけ抜けてる。誰かがいるけど、いいのかな？あら、あなた、授業は？師匠さん。いいんですよ。授業なんて二の次で。いいのかな？他にないよね。
ケベがバレちゃまずいよ。これで終わりなのかな。なんか今一瞬変な雰囲気が。あ、あら、お帰りなさい。やば。あの、ちょっと気分が悪くてトイレに。そう、おやすみなさいと言わか行かないで。私も高校生だった頃、いつもここのベッドにいたわ。ここだけは安らげる場所だった。あの、その、用語教論を見くびらないでほしいわね。別に急病でも高めはしないわよ。バレてた。それで何か気になることでもあった？これなんですよね。もしかして七不思議の一つですが、ですか？うん。驚いた。あなたすごいわね。まさか他の七不思議より先にそれを持ってくると思わなかったわ。あ、じゃあやっぱりこれは。正確には違うわ。でも限りなく正解に近いからあなたに教えてあげる。それはね、眼科さんっていうおまじない、おまじない。懲らしめたい人間の名前と年齢に印をつけて、どんな風に懲らしめたいか、その思いを言葉にして紙にぶつけるの。そうしてぶつけ終わったら、紙を丸めて誰も見られずに眼科さんに埋めるのよ。本当の七不思議は、あの木の方。他の近くにある、大きな木ですね。そう、あの木はね、ずっと昔からあそこにあるの。前、ここは、昔小学校で大正時代に起こった大震災で倒壊したと話したでしょう。あの日はそういった災い、関東大震災も戦争も倒れず乗り越えてきた奇跡の木なの。だから奇跡の木から転じて願いが叶う木、眼科さんって呼ばれていたの。もっとも今はもうほとんど忘れられていて、地元の人すら知らないんじゃないかしら。詳しいですね。興味があったから。放課後かの。授業終わったわ。どうする？このまま仮病を続ける？いえ、教室に戻ります。そう。美里さん、ミステリアスだな。じゃあ、教室に戻っちゃっていいのかな？あと一個の謎がな、見つからねえな。午後の授業終わったらすぐにあのメガネの人を探そう。2年のクラスでは見かけなかったから、多分3年生だよね。うん。3年のクラスに、そう。こっちや。いるかな？あ。あ、おい、今教室に入らない方がいいぜ。なんか、委員長と木本が喧嘩してるみたいだ。入るよね、全然。ねえ、私とちゃんと話そう、本庄くん。うるさい！お前には関係ないだろう。関係あるよ。だって私たち幼馴染でしょ。家だって隣なんだから。それが何だって言うんだよ。俺の家のことなんか何も知らないくせに。知ってる。知ってるよ、私。だって、うちまで聞こえてくるもん。聞こえてくるもん。本庄くんち、お父さんに出てっちゃってから、お兄さんに暴力狂われてるよね。大学受験失敗してからずっと引きこもってる。毎日怒鳴り声とお母さんの悲鳴聞こえてくる。だから私何とかしたいの。相談に乗るからね。一緒に警察行こう。警察、あいつらが助けてくれるわけないだろう。もう何度も相談してるよ。ご家族でよく話し合って、そればっかりだよ。全然役に立たない。でも今のままじゃダメだよ。そのうち大変なことになっちゃう気がする。もう遅いよ、何もかも。もう誰も俺に関わらないでくれ。もう疲れたんだ。本庄くん、話は聞かせてもらったわ。お前のせいだ。お前が余計なことをしなければみんな幸せに。どけ。あ、そういう感じじゃないんだ。話は聞かせてもらったみたいな。解決するグレートティーチャー的な感じじゃない。本庄君、私失敗しちゃったのかな。え、どういうこと。何が失敗しちゃったの。こっちはこっちで失敗してるって言うし、あの男はあの男で失敗したって言うし、どないせと。お、すごい、すげえ勢いで木本が走り去ってった。なんだ、委員長に告白して振られてでもしたのか。なんとなくね、そんな雰囲気。肌から見ると。どうしよう。この帰るってのもな。じゃあちょっと、なんだっけ。木のとこに行ってみよう。何も変わらずか。
ていうか6つ目の七不思議はどこなんだろうな、調べてみる一応。またなんかただ帰っちゃうのもったいないからね。ヤシショさん、わからないことがあったら何でも聞いてね。聞きたいんだけど。一応本のとこも行くか。変わらずだね。この女の子は何なんだろうな。サブクエスト的なことなのかな。一年生の教室なんもない。6ということはあと一つか。先に教えてもらっちゃったからね。全然ない。もっともっと書く時間が欲しい。うん、美術部じゃない。大体でもさ、七不思議ってのはさ、理科室のなんか骸骨が動くとかさ、そういうのもあるじゃない？そういうのないのかな。理科室の七不思議、先生教えてくんないかな。今日は木々がざわついてる気がするね。そういうと比較的だとよく笑われるが、こういった感はバカにはできないのだよ。ないもんな、骨格標本とか。この前俺にぶつかってきた3年生、図書館の近くの変なとこが出てきた。あんな森の中に行って何をしてたんだ。これ行っちゃっていいんかな。いや、六不思議がないんだよな。トイレの花子さん的なことか、やっぱり。三番目の、でも人いないとな、噂って聞けないからね。どうしても見つからん。帰るか。帰っていい気するけど。一応、こっちを見てみよう。ダメか。お、誰かいる。なんだか一部の生徒の間で変なおまじないが流行ってるみたいなんだよね。この前その紙を生徒から募集したはずなんだけど、どっかに紛失したのかしら。言ってたな。え、ピアノ音の他にも子供の声かよかってる。今日校長先生いない。あ、びっくりして動けなくなったかと思った。この年まで教員といろんな学、教員、学校の階段を聞いてきたよ。だから、コックリさん、コックリさん、コックリさん。あんま変わんないね、もうね。変わんなくなっちゃった。白いトナーの人がいない。あ、校長先生ここか。校長先生、あ、え、こんなんあった。アール・ヌーボー調の鏡が飾られている。うわ、かわいい。その鏡気になるの。この鏡はね、ここはまだ小学校だった時代、大正の頃に校長室に飾られていた鏡のレプリカなの。レプリカ、本物はどちらにあるんですか。それがわからないの。当時大正関東地震、関東大震災と言われる、地震があって、その時震災ね、小学校は倒壊してしまって、当時の校長が持ち出して隠したとも、持ち出されずに割れてしまったとも言われているわ。私の祖父は、その小学校で教師をしてたの。校長室にこんな素敵な鏡を飾られてるんだぞって絵まで描いて自慢していたものだから、私はこの学校の校長に就任した際の記念に祖父の絵を元にレプリカを作ったのよ。どう、素敵な鏡でしょう。とても素敵です。ふふ、ありがとう。さあ、そろそろ帰宅なさい。あなたは体が弱いと聞いているわ。夕方になると風が冷たいし、風邪ひかないようにね。ありがとうございます。あ、な、七不思議完成した。完成したぞ。
それに退職して小学校も随分前に亡くなったのに後世に残したいと言ってわざわざ当時の効果を再現したのよ。鏡のことといい効果のことといいよほど思い出深かったのね。やった、これはでかいぞ。ちゃんと聞くもんだな話は。うん、合コンの話してるからもう効果はないね。保健室の先生に言った方がいいねこれ。全部揃ったよって。うん、あれ揃ったんだけどな。まあいい、多分これさすがに帰っていいだろう。帰りますよ。いいんですね。ちょっと待って、よし。で次の日どうなっているか。帰る。4日目。そう、翌朝少し遅れて登校するとクラスは蜂の巣をついたようなに騒がしかった。なんでも耐震工事の業者が生徒が死んでいると工事に駆け込んだらしい。死んだのは本庄拓司。彼は眼科さんに縄をくり首を吊って死んでいた。校内騒然となり、その日は自習の後休校となった。休校の連絡あったと思うけど帰らず保健室に来たのね。ちょっと気分が落ち着こんでて。そう、自分の力でどうにもできないことで悩むのって無駄ですよね。そうね。あなたが何に落ち込んでいるのか知らないけど、私はこうやってあなたの話を聞いてあげることはできても、あなたの悩みを変わってあげることはできない。だからやっぱり自分の悩みは自分で解決するしかないの。自分で解決。高校の頃私いじめられていたの。え、相手はいつも 3人組1組でね。先生に相談してもあいつらがそんなことをするわけないって言って何もしてくれなかった。私はあまり人のと話すのは得意ではなくて、相手に反論することも先生に抗議することもできなかった。だから私はここに逃げ込んだの。朝から夕方までここから出られなかった。でも当時の養護教論は何も言わなかった。私は誰かに助けてほしかった。だからとうとう、養護、教論に相談したの。私はこうやってあなたの話を聞いてあげることはできても、あなたの悩みを変わってあげることはできない。だからやっぱり自分の悩みはね、自分で解決するしかないの。突き放したような返事だったけど、それからずっと静かに私の話を聞いてくれた。今も私の心の中にはその言葉が残ってる。大人になったらね、どうしてあの時あんなことで悩んだんだろうって思えることもたくさんあるのよ。ありがとうございます。ちょっと心が軽くなりました。私は私にできることをやろうと思います。そう、彼が死んだのは私が原因かもしれない。でも私には私の役目がある。私にできること、それは。もしもし、はじめくん、あのね、うん、はじめくん来てくれてありがとう。夜の学校に入りたいと連絡があった時には何事かと思ったが、ちょっと説明する時間もなくて。はい、これ。七不思議のリスト。これは？この学校七不思議リスト一覧にしてみた。この七つ目の眼科さんがね、うちの一族が植えた神木だった。でもすごく弱ってて、私の磁石と共鳴させて力を渡そうとしても何かが邪魔してるの。高校のはずなのに子供の霊が多いな。ここは大正時代小学校だったんだって。だから子供の霊がいても、不思議はないんだけど、うん、気になることがあるんだよな。あ、新校舎の1階から2階の踊り場に現れる幽霊、さっきってか見たな。さっき神木の力は何かが邪魔してるって言ったでしょ。関係があるかわからないけど子供たちを助けたいなって。なるほど、生徒がいない夜のうちに校内を調べたいんだな。あ、でも学校は夜セキュリティとかがかかってたりとかするから、あやくんから連絡をもらってすぐ、学校長に連絡します。さっきも借りてきた。まさき腕に入れた。ありがとう。さすがに私じゃそこまでできなくていいから。あやくんは七不思議を解明すれば今回の特事は解決できると考えていた、いるんだな。うん、勘だけどそんなに間違ってないと思う。この絵を見て考えたんだが、まずはこの美術室から見て回ろうと思う。美術室？確かにすぐそこだからいいと思う。でもどうして？これだけ時代が新しい気がする。あ、確かに踊り場の例も古い感じだった。
美術室に向かおう。OK。あ、このメモコピーしてきたから、はじめくんにもあげるね。ありがとう。おう、なるほど。あ、こう、イベントです。歩いてる。ところでさっきから、気になってたんだが、その刀は、刀。これ、異界をも切り裂くことができると言われている、磁石から作られた霊言新たかな御神刀だよ。私が使うのは、磁石だけじゃないんだからね。あ、ちゃんと、刀は登録してあるし、登録証もあるからね、銃刀法違反じゃないよ。本当に？切られる。じゃあまず美術室。あ、いた！この子をまず切るわけですね。いるね。ああ。でやっ！ねえ、ここで何してるの？絵を見ているの。よかった、話が通じる霊みたい。どうしてここにいるの？私、綺麗なものが好きで、絵が好きで、好きで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 、ご飯も睡眠も全部後回しで絵を描いていたの。そしたら倒れちゃって気がついたら自分の絵の中にいたの。そっか。最初はね、嬉しかった。自分が描いた絵の中にずっといられる。もうご飯とか睡眠とか友達付き合いとかめんどくさいことしなくていいって。でもここでずっと他の子たちが友達と喋って絵を描いて、そして出ていくのを見てて気づいたの。羨ましいって、生きていることが羨ましいって気づいたの。死んじゃうと新しい絵が描けない。もう二度と友達と話すこともできない。そんなことにも気づかなかった。気づけなかった。ちゃんと夜寝ればよかった。ちゃんとご飯食べればよかった。死んでから気づくなんて遅すぎるよね。あんなに絵が好きだったのに、なんだか見てるのが辛くなってきちゃった。後悔してるんだね。うん。あのね、私はあなたのことすごいと思う。だってそれだけ打ち込める好きなことに出会える人ってそんなにいないと思うから。それにあなたは絵も好きだけど、もっと好きなのは絵を描くことなんじゃないかな。だから絵も描けなくて辛くなってる。うん。その好きな気持ちなくなっちゃう前に綺麗な場所に行こう。行きたい。でもわからないの。わからなくなっちゃった。大丈夫。私が送ってあげる。本当？本当本当。それにね、自然に帰るとすっごい綺麗な、景色が見られるって言われてるんだ。だからこの狭い場所にいるよりもっとたくさんいろんな綺麗なものを見られるよ。行きたい。送ってくれる？任せて。ありがとう。ズワーッ！で、さっきの刀で。あっていう感じではないんだ。おい、行けるのか。うん、見える。とても綺麗な景色。日の当たる草木や優しい匂いがする。ありがとう。私、好きな気持ち、もっとあんま行けそう。またいつか、どっかで会えるといいね。うん。話が通じる素直な子だったな。うん、いい子だった。彼女どこに行ったんだ？わかんない。私たち磁石師では霊魂を死んだら自然に帰るって言われている。でも世の中には輪廻っていう考え方もあるってお父さんが言ってた。輪廻、生まれ変わりの概念だな。うん、私はその考え方好きだな。死んだら終わりじゃなくて、またいつか会えるかもしれないってことでしょ？私ね、会いたい人がいるんだ。もう死んじゃったけど、それでもいつかまた会えるかもって思うと、頑張れるんだ。そうか。そんな過去。え、はじめくん、今笑わなかった？私も笑うことはあるが。嘘嘘、私初めて見たよ。びっくりした。次に行こう。オッケー、次はどこに行く？そうだな。あ、急に。近いとこにしようか。男子トイレの例。男子トイレの例。了解。あ、動ける。次は記録しましょう。よし、トイレに向かおう。トイレってどこのトイレに出るんだ？1階かな。次は男子トイレの例だったよね。じゃあこっちだよ。あ、自動で行ってくれるんだ。この入り口、最初に校舎に入った時はなかったような気がする。確かに！思い違いか。お！これは。入っちゃってるけど。いいんか？入
入っちゃってるよ。いいの？なんかあるよ、いろいろ。これは手帳。大正14年1月14日、大きな地震があった。最近はこういった地震が多い。他にも、幸いにもね、学校は休みだった。大正12年、1月15日、前日から続く雨により土砂崩れが起きた。約50名の児童が生き埋めとなり、うち死亡12名という被害であった。なるほど。当時地震が頻発していたから鏡を割れないよう棚から下ろし、校長室地下の物置に片付けたとあるな。地下にある何か。縄か。縄を、じゃと蛇と見間違えるとは自分でも思ったより動揺しているな。まず落ち着くべきか。蛇に見えた。鏡か。観察する。うっすらと見える輪郭はアール・ヌーボー調のようだ。暗くてあまり見えないが、おそらくアンティーク。アール・ヌーボーの、流行時期から考えて明治、もしくは大正時代の作品かもしれないね。あ、これが言ってたやつか。ここはまだ現場か？それとももう、ここはすでに。何なんだろう。地下室があるという。階段のようだが崩れて進めない。スマートフォンはやはり圏外か。ここから落ちた場合どうなるかあまり考えたくないな。え、どうすりゃいいんだ？どうすりゃいい？あ、触れればいいのか、これ。お！校長？子供の霊。鬼やん、かなき？赤、イノス？ここはどこ？暗き小学校。なんだって。ちょっと待って。鬼やん、赤の木？赤いのす？はいにしとこう。じゃあ、赤くしてあげる。よかったね。赤いよ。赤いの好きって言うのか。明るくしてもらう。なんか、顔みたいのが、消してもらう。ここはどこ？いや、怖い。少女屋敷も飾られているが、色あせて、ほとんど読むことがない。かろうじて、黒秋人称小学校の文字が見える。え、怖。子供のおもちゃ勝手になったんだけど。怖えよ。あ、ここ戻ってこれる。あ、なるほど。これ出れるのかな？あ、出れた。暗いな。注意して進まないと転びそうだ。おそらくここは高校の前にあったという小学校だろう。ここを探索するしかないか。当時の小学校と現在の高校の位置関係がわからないが、ある程度近いと仮定して進むしかない。まだ男子トイレの例を探すか。確か2階の男子トイレだったな。あれ？はじめくん。いなくなっちゃった。嘘、はぐれちゃった？困ったな。でも探してる時間がもったいないし。それにさっきから、闇が濃くなった気がする。まあ、いっか、マスターキーを私が持ってるし、探索してたら多分合うよね。まださっき言った男子トイレの例に行ってみよう。片方のキャラクターだけ解除できない問題は、キャラクターの切り替えで解決することができます。両方のキャラクターで探索することで物語ですね。なるほど。左上のアイコンタップまたクリックすると、なるほど。うん、なるほど。敵が出ている大津セーブ中の表示になると。なるほどね。OK。切り替えれる。お、素晴らしい。切り替えれますね。で、2階の男子トイレ。なんか泣いてるわ。ここから出して。ここから出してと言っている。よいしょ。あ、なんか、あ、待って。なんかあったよ。窓はあるが、外は闇に閉ざされている。なんか今ここにもいるし。どこだ、どこにいる。誰かを探しているんだ。ここか？よく見ると扉に板を打ち付けて、封鎖したとか見られる。教室と
壁の間隔を考えると空間があるな。板を外す。外せる道具。うーむ。ないね。ないよね。図書室。違う。図書室違う。何室あ。何室って書いてんの。コース、なんとか室って書いてるけど。ちょっと行けないんだけど、これ。行く方法ある？こう、こう来て、なんか落ちてるけど違う。本物頭蓋骨のようだ。右側が壊されている。怖っ。児童が森から、サレコービを拾ってきたかと思えば、釘抜きにて、うち数兵、遊んでいたため注意した。話を聞くと、友人の目を盗んだから懲らしめているという。そういえば、この児童はあの悲劇の、生き残りであった。かつてここが、埋葬地であったことと、死者には敬意を尽くすべしと、諭し、戻してくるよう説教したが、果たしてあの児童は理解したのだろうか。数日後、サレ神戸を拾ってくる悪役は治ったが、今度は物を探すようになった。釘抜きがなく、キャンバスの釘が抜けぬ、困った。釘抜きがなく。どっかにあるってことね。その釘抜きがね。この辺にあんのか。森まで行かなきゃダメ。大変だな、これもな。どうしよう。暗い。明るくする？誇張室。これでちょっと、こう来て、明るくしてもらう。明るくする基準やばくない？これ。あ、なんかいる。近づいてきている。あ、やばい。これだ、大丈夫なのかな？大丈夫じゃないよね。これって明るくしたからなのかな？あ、いける。あ、いるんだけど。おるよ。危な。ここに、釘抜きがあると見た。枝が落ちてる。あやくんには何かが、神木の力を阻害しているらしいか。今のところ特に何もない。この他らは、あやくん何も聞いていないな。ないね。釘抜き。ここやば。なんだここは。いや、これやばい。この背景でやるのも来るものがあるんだけど、この、いや、これ明るくなってるの、本当に。なんか邪魔くさいな。あ、ここ川屋。うん。異常はない。異常ない。釘どこだ？もっと上？上ってこれ下だよね。あ、これじゃ上に行けないのか。ここ見たっけ？見てない気がする。あ、なんかありそう。地震による被害は、うん。屋根が落ちる程度。押ししたこともあり。うん。あ、なんかあるよ。児童の間で、眼科と呼ぶ化け物の噂が流れているという。言い出した児童は入学当初は
普通であったが、あの土砂崩れで生き残った際、友人たちの死を目の当たりにしたせいか、以来そこが悪くなった。ああ、さっき言ったここか。他にも物を隠したり休業日に教室に忍び込むことを繰り返している。注意されたし。どこに隠したんだろうな、釘抜き。ここ入ったっけ。おっ、オートセーブ実行中。明るくなったやつなんかかえって見づれ見づれというか、ちょっと何もないよね。こっち入った？入ったっけ？あ、なんかある。時間が貼られている。終身国語、算術。1日5時間。小学校時代か。あ、なんかある。歌の本が入っている。これ暗い方がやりやすいのでは。うわ、くるくるくる。あ、こっち入ったことなかった、そういえば。尋常小学校。こっちまだない。あ、四国に存在する民間市。あ、これあったやつだ。表の世界にもね。金水物質について。発熱を起こす。あ、逆に水をやるとね、そういうのもあるよね。意外と。待って、こっち、え、2階？ちょっと校長室でこれ着替えてきますから、これ。結果的になんかね、邪魔くさい邪魔くさい感じになっちゃって。釘抜き。